だとしたら誰ですか？まあ、多分チュアンさんになりそうだな、なんか総合的に。うん、チュアンは釣って。春から待ってよ。ポンゼアルネコカボチャって言ってたけど、大丈夫です。一回ちょっと静かに、なんかネコカボチャって言って俺を切ろうとしてた感じだったけど、大丈夫です。それは危険ですね。俺ネコカボチャのチャで切ろうって大丈夫。いい、そんな切るわけないじゃん。それでだってズちゃんメディックって言われてたんで、俺にくれた感じしたから、そんな切るわけないじゃん。言っちゃうんだね、それも。僕はあれです、クルーです。え、うどういうことよ。もういや全然あの特にないんで。なんだよ。オッケー、何の時間よこれ。まあまあ入っとるし、ポンズなんかスパイっぽくないですか。逆にポンズなんかスパイっぽいな。人外同士を切らせるみたいなところ、逆に自分がもうインポスターですよっていうのを主張したがってる感じがして、スパイかなやつ。スパイっぽくねえか。ね、ミーティングで。あ、うわさん。何？なんとですね、私うわさん。あ、来ました。あ、ありがとう。え？はい。あのアーカイブの弁当からなんか軽く声聞こえたような気するんですけど。ポンズ、お前どっちや。猫かぼちゃだったら絶対死ぬから、みんな。猫かぼちゃです。俺も猫かぼちゃ。俺も猫かぼちゃ。本当に？大丈夫。マジか。これ気をつけて、あの仲間同士も切れちゃうから仲間同士も切れちゃうから気をつけてね。あ、絶対変わらない。気をつけて。よし、行くよ。多分来るよ。ここ守ろう。ちょっとすげえ、マジか、強っ。ナイスナイス。オッケー。よし、マスクねえからな。おい、生きてるかい。おい、やばい、長かったか。長かったか。いたよ。どこですか？コックピットでピカクロス、シューネ、バッチョ、シジンでいたんですよ。で、コミュが鳴って、その4人でコミュの中に入って、うん、で、もうさすがにボタン押さなって言って、ピカクロス、シューネ、バッチョで並走してミーティングまで行ったよね。シジンさんは多分メイン側に行った。全然指定してほしい。アメリコさんじゃないの？え？指定なんですか？俺が指定？中道ちゃん、ポンゼアローは、この3人は無理。いや、無理よ、絞れねえよ、あそこからは。あ、チュワンちゃんあたりかなと思ってました。チュワン？え、なんで私？マジ？いや、コックピットが。これすごいな、奇跡起きてるぞ。いやー、この音をちょっと録画しようと思いましたよ。うよ、停電だ。停電だ、やばい。それは停電だ。つけた。なんか変やば、もうやっぱ一番怖いわ。一番怖いっす。ちょっとごめんなさい。停電直し。確かに、ちょっと怖くなった今。ジュアンさんをちょっと疑っちゃった理由が1個だけありまして、コックピットに一番最初にいたのジュアンピカクロスで、私ジュアンさんを置いてってるんですよね、1回。
佐藤指示ですよね。自分の方に言っていいですか。いい、停電起きて、停電直すに行って、停電直してるのを多分修正さんが見てるはずです、うん、見てる、デッキにいた。そう、あー、オッケーオッケーオッケー、ごめんごめん、はい、そしたら私の勘違いやった。はい、あと最後の最後さ、金庫入った人って誰。あ、最後の最後、ズズ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 一番は後半見れてないので全然釣ってもいいかなと思ってます。一番はわかんねえな。だとしたらでもザカルもいるんですよね。左で僕誰も見てないからまた右でキル起きてると思うんだよな。アメリコさんどこなんすか場所。あ、僕展望です。最後誰かに見られてる。見られてる。見られてない。あ、てか僕シェリフ使用しとくね。もう意味ないから。知人さんって右抜けてったの誰も見てないの。うん、切っていいっすよ、アメリコさん。考えてはいたんですけど、釣り入れて切るで両方やった方が、その方がいいね、確かに。だとしたら誰ですか。まあ、多分、チュアンさんになりそうだな、なんか。うん、チュアンは釣って、左でも死になると下じゃない。ラインがあると思う。え、マジ待って、待って、待って。この3人、マジでない。え、ずくだから。はーい、名前一つ教えて、名前一つ。名前一つ。ズそういうことじゃねえわ。ズじゃねえ。ズじゃねえわ。え？待ってよ。まず、俺とチワンとポンズが猫かぼちゃだったんですよ。で、チワンが持ってった。ね、チワンが釣られたから、で、中の地、で、ね、そうだね。道連れ先が全部猫かぼちゃだったね。いやー、てか、ジャッカルいなかったんだ。ジャッカルしょぼすけさん。うわあ、そうか。ジャッカル僕でございました。こんなしょぼすけからなって思ってる。すごい連結だけど。そうね、ね。まだ二度いるし、一人持ってってくれればちゃんが。いや、これ動画からな。やったね。すごいこれ。すげえなこれ。全部いなくなるのはちょっとスパイ縛ってたからもうめちゃくちゃいけると思ったけどな。すげえな。